はい、どうも、スバダ7年ということでね。今日はね、もう動画出すつもりなかったんだけど、恐ろしいね、情報が入ってきたんで、皆さんにお伝えします。それは、歯を削る医療器具、交換せずに半数使い回しっていうね、現状が最近の調査で分かったようです。どうやらね、10件に5件が歯を削る医療器具を消毒しないでそのまま使い回してるそうです。はい。で、5年前はね、7割ぐらいは、もう、当たり前のように使い回してたんだけど、その行政の指導によって、なんとかその、まあ、10件中5件は、ちゃんと患者ごとにね、ドリルを取っ替えてるらしいんだけど、それでも半数が使い回してるんだ今。でさ、ドリルってさ、前の患者のさ、唾液とか血液が付着してるからさ、一生治んない病気、エイズとかさ、C 型肝炎とかさ、そういうのに感染するリスクがあるんだよ。うん、あと梅毒とかさ、うん。それをさ、医者がさ、使い回すって すごい倫理がもう腐ってるよね。うん。そもそも日本のね、医療界って怪しいんだよ、昔から。うん。例えば昔、エイズが流行った時もさ、まあ、薬を媒介に移っちゃったんだよ。非加熱製剤っていうさ、血液病患者さんが使う非加熱製剤っていう人間の血液から作る薬で、まあ、エイズになっちゃったんだけど、当時ね、外国がさ、この非加熱製剤は危ないから、加熱した、火を通した加熱製剤に切り替えようぜっつってんのに、なんか日本だけなんか知んねえけど、いや、使わねえんだったらうちで買い取りますよって日本がさ、その非加熱製剤、要は火を通してない、ウイルスが来てる、生のね、薬を全部、もう、他の国が廃棄しようとしてるのを全部買い取って、それを患者に売りまくっちゃって、今のね、日本の現状あるんですよ、そのエイズが蔓延しちゃった。っていうのはもう、ぶっちゃけ国の責任だったんですよ、当時。うん。で、そういうことがあったにもかかわらず、またね、こういう医療器具、要は注射針これ使い回してるのと変わんねえから、これ。注射針を使い回してるのと変わんねえんだから、私は薬とかやってないから注射針使わないから打つんだよとか思っててもダメだよ、もう、歯医者で打つっちゃうんだから。うん。ぶっちゃけこれもう、誰がなっててもおかしくないね、これ。怖いね、これ。うん。ただ、まあ、予防策としてはね、まあ、俺はそうなんだけど、露骨に古いね、風貌の歯医者は行かない。うん。で、一回入って、あ、なんか設備古いなと思ったら、行かない方がいい。うん。俺いつも言うのはね、駅前とかの歯医者激戦区の最新技術と最新医療器具を持った歯医者しか行かないから、うん。常に俺が言うところって最新なんだよ、もう。設備も使ってる道具も全部最新のところを選んで行ってる、俺。うん。で、俺が行った歯医者も実際、俺の目の前で使う道具をバリッて、要はもう新品で袋に入ってるの全部。袋にパッケージされてるものを俺の目の前でバリッて開けて使ってくれるから安心なんだよ。そういうところに行った方がいい。うん。なんかね、何もパッケージされてないさ、道具をおもむろに使い出すところとか古いからもう、普通今のね、最新の会社は、目の前で開けてくれるから、はい、安心ですよって、うちのは全部新品ですよってバリッて開けてくれるから、うん。病院とかもね、いいところはそうなってる。うん。注射針とかね、全部、目の前で開けてくれるから、バリって。そういうところに行きましょう。そうするしかない。うん。行政が指導してるのに、ね、5年前に7割以上が使い回してて、今でも5割使い回してるんだから、うん。自分の身は自分で守ろう。変な病気もらったら人生終わっちゃうからね。うん。だから、歯医者を選ぶときは、最新の、もう本当も、門作りも、内装もね、うん、道具とかも、常に新しいものを使って、最新の歯医者に行きましょう。はい。僕から言えるのはね、そのくらいですね。はい。ということでね、皆さん、自分の身はね、自分で守りましょう。はい。これがね、スバター教祖のね、もう格言ですね。はい。うん。今日はもういいこと言った。いいこと言ったから。はい。バイバイ。じゃあね。